水に飛び込むシーンがうまくいかなくて2回ぐらいやってカットされたことあります。かわいそう。新しい本麒麟一杯だけご用意しました。開発期間1500日の集大成。あ、美味しさをこの1回で伝えられなかったらどうしようというドキドキ感でもういっぱいでしたね。他の皆さんはちょっとこうドキドキっていうのありました？ない。あれ僕だけでした。緊張してた。佐々木でしたかね。フランス語の検定なんですけど、それの面接があって、なんか普段こうやって人前に出たり話したりする機会は多いからそんなにドキドキはしないんですけど、やっぱりそれに合格とかがつくとやっぱりすごく緊張する。合否っていうのは2種類受けて2種類とも合格します。すごい。こう水に濡れるとか、あ、服が汚れるシーンとか、あんまりもう戻れないみたいな、ね、そう、もう戻れないシーン、めちゃくちゃドキドキします。うまくいかなかったっていうことも。デビューした時の映画で水に飛び込むシーンがうまくいかなくて2回ぐらいやってカットされたことあります。かわいそう。2回もやったのに。ずっと飽きないなというものありますか？食べること。日本に四季があって、あ、この季節この楽しいなってなったらまた次の季節の美味しいものが現れてみたいな、日々スーパー見たりしても楽しいし飽きないなっていう。今の季節だと、あの山菜とかがちょっと天ぷらとか食べたいなって思います。よろしいな。いいですね。